はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はですね、ベイブレードの動画なんですけれども、はい、今までね、我々新しい製品が出たら買ってきたんだけども、うん、特にね、改造とかはしてませんでした。はい、どれが強くて、うん、どれが長持ちとかいうのをやったことがなかったので、はい、今回はですね、それを試してみたいと思います。はい、それで今回は我々が持ってるディスクで、はい、どれが一番長持ちするか、はい、これを試してみたいと思います。はい、ちなみにベイブレードバーストは今まで全18種類のディスクが出てるんですけれども、はい、うちが持ってるのは15種類だね。はい、はい、まずこれがウィング、スプレッド、セントラル、オーバル、アームド、リング、フォース、ブースト、ナックル、グラビティ、リミテッド、バーチカル、アッパー、トリプル、マグナムと、はい、いうことですね。はい、前回紹介しましたゼノエクスカリバー、はい、これでやっていきたいと思いますね。レイヤーとインパクトの、ね、インパクトのドライバーを使いたいと思います。どのドライバーが長持ちするかまた次回入れたいと思いますね。うん、そうだね、うん、じゃあまずウィングからいきましょう。はい、ゼノエクスカリバー、ウィング、インパクト、3、2、1、ゴーシャン。20秒。はい、スプレッドいきます。はい、ゼノエクスカリバー、スプレッド、インパクト、はい、はい、ゴーシャン。21秒。お、ゼノエクスカリバー、セントラル、インパクト、はい、はい、ゴーシャン。21秒。あ、同じか。同じ。次はオーバル。はい、オーバルですね。じゃあ、エクスカリバー、オーバル、インパクト。はい。はい。ゴーシャン。18秒。あら、これ一番短い今までで、うん。次はアームド。はい、アームドですね。では組み立てます。ゼノエクスカリバー、アームド、インパクト。うん、ゴーシャン。21秒。次はリング。リング。ゼノエクスカリバー、リング、インパクト。はい。ゴーシュン。20秒。まあまあだね。フォースいきます。はめます。ゼノエクスカリバー、フォース、インパクト。うん、ゴーシュン。20秒。今度はゼノエクスカリバー、ブーストインパクト、はい、ゴーシュン。19秒。おー、ナックル。ゼノエクスカリバー、ナックルインパクトね、はい、ゴーシュン。23秒だな、これ。23秒。うん、グラビティだ、次。うん、今回ゼノエクスカリバー、グラビティインパクト、はい、ゴーシュン。20秒。次はリミデットをつきます。はい、ゼノエクスカリバー、リミデット、インパクト、インパクトになります。ゴーシュン。20秒。20秒、多いね。多いね。だいたいディスクはあれなのか、そんなに変わんないのかな。次、バーチカル、ワイルドワイバーについてたやつ。これでゼノエクスカリバー、バーチカルインパクトになります。おーしゃ。20秒。おお。次、アッパーだ、アッパー。ゼノエクスカリバーはアッパーインパクトですね。ゴーシュン。21秒。トリプル。
ゼネックスカリバートリプルインパクトになります。はい、なんかトリプルインパクトってすごいな。なんかかっこいいね。うん。おっしゃ。19秒。19秒。マグナムですね。はい。ゼネックスカリバーマグナムインパクト。いつも通りだね。いつも通りですね。ゴーシュ。18秒。うわ。ああ、やっぱ短いね。うん、今ね。エイシン君が全部シュートしてみた感じだと、うん、ナックルが一番長持ちしましたからね。はい、はい、じゃあちょっとこの後パパも全部もう一回シュートしてみるよ。はい、はい、大体同じなんじゃないこれ全部。はい、ということで、はい、15個のうちが持ってるディスク全て回してみました。はい、エイシン君とパパでそれぞれ回してみたんですが、はい、大体20秒ぐらいだね。うん、みんなそうでした。はい、はい、でエイシン君が一番長かったのはナックル。はい、うん、でパパが長かったのはリングとアッパーということで、共通性がございませんでした。はいちょっとこれね、予想外の結果なんだけど、ただ共通して言えるのはこのマグナム、はい、ゼノエクスカリバーにもともとついたマグナム、これが2人とも18秒で一番少なかったです。はい、だからこの前のエンディングみたいなことになっちゃったんだね。うん、基本的には、この回ってる秒数が少ない方が強いのかな。うん、パワーがあるって感じ。はこれ組み合わせだね、本当にね。そうだね。うん、次回はちょっとドライバーでやってみましょうか。はい、ドライバーうち何種類持ってるのかまだ数えてないんだけど、うん、それでどれだけ長く回るかやってみたいと思います。はい、はいはい、ということで今回はベイブレードバーストのディスク15スリーを全部回してみたでした。はい、ということで今日の動画もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いします。お願いします。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録に一緒にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。お願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいです。そしてマイチャンネルを Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、ぜひそちらのフォローもお願いします。はい、お願いします。ということで今回は以上でございます。